今4歳の息子とあと1歳の娘とで中学校1年生の長女もいるんですけど、と転校したくないっていうことで福島に旦那とあと旦那さんのお父さんお母さんと残ってるんですけど、最初はもう孤独しかなかったんですけど、やっぱ知らない土地ですし、で知り合いもいなかったので全く、だからすごいもう最初の 1,2 ヶ月はもう夜になるとどうしようもなく寂しくて、なんでこんなことしなきゃなんないんだろうっていうふうに思ってたんですけど、集まりとかに顔を出して同じ境遇の人たちと出会えたことからもうこっちでの生活が逆に楽しくなってきてしまって、本当は帰りたいんですけど子供のためを思うと、なんかもうこれ本当になんかもうふるさとなのに、なんかふるさとじゃないような形になってしまって、虫とか木の実拾ったりもうなんかそういうことが大好きなので、あっちに帰ってから同じような生活をしてあげられないなって思うと、もうなんかそれのこう今度はそっちの方の悩みに切り替わってて、なんか本当は家族で一緒にいたいけどもう子供のためを思うとやっぱりこっちに残ってたいっていうのがあって、うちは結構気にしてたっていうか、その原発自体やっぱりずっとどうなんだろうっていうスタンスでいた人が家族の中に多くて、でもう事故起きたっていうので、まあもう逃げなきゃねって言って、そしたら案外逃げる人が少ないことに私がちょっとびっくりして、うん、でもそう思うかなんて思って、でもやっぱり私はその時生後3ヶ月とかまだ行ってなかった、3ヶ月もなってないくらいだったんで、もう、ああもう絶対逃げなきゃと思って。そうですね、あ山形は私子育てすごくしやすくて本当いいと思って、公園がねすごいたくさんあるんですよね、もうちょっと歩くと公園が3つ4つあったりして、自転車買いましたね、もう子供乗せる用の電動の自転車があって、もう毎日ぐらいちょっと自転車で公園行ってますね。